そこが気になる。どうも、関西で喋り手をしています。牧草庫が気になっていることを毎日ぼそっております。今回の気になるはグリーンデイのどこが気になっているかなんですけども、一旦録画を停止して画面を切り替えます。ライブですね。ジャパンツアー2020発表されたんですけども、その前にですね、新曲ファザーオブオールがいきなりね、発表されて、そして2月ニューアルバム、これ全世界同時発売、2月の7日ファザーオブオールがねリリースされるということが発表されて、このタイミングで日本にライブでやってきてくれると、なんとですね、8年ぶりと、8年も経つかっていう感じなんですけども、その8年前がサマーソニック2012なんですよ。で、単独としてはこの2010年のツアー 21st Century Breakdown のツアー以来なんで、多分10年ぶりにグリーンデーがやってくる。そらもうもちろん行くでしょうと思われるかと思うんですけども、気になるところがですね、まあ、大阪東京の2カ所かっていう感じもありますけど、名古屋の方とかね、そう思ってるかもしれませんが、チケット15,000円、ゴールドスタンディング、スタンディング10,000円、大阪公演のみブロック指定、大阪だけさらに細かく分けられるってことですかね。ゴールドスタンディング15,000円、ブロック指定、特典付き、詳細後日発表という、詳細分からないままに15,000円をね申し込まなければいけない。ファミリーマート二次選考、10月15日6時まで、現在その10月15日の5時27分、めっちゃ手震えてるどうしよう、申し込むっていうことで15,000円っすよ。そう、10年前の単独の時は8,000円、ほぼ倍になっております。特典ついてるとはいえね、もうポール・マッカートニーとかの値段にグリーンデーはなったのかと、もうそういう世代、お金持ってる世代が行くライブになってしまってるのかと。なかなかパンクキッズで15,000円躊躇なく払えるかといえば悩みますよ、これは。で、ファミリーマート二次選考ということですが、その前に選考やってたんですよね。それが、アプリ限定の選考、これが終わって、で、ファミリーマート二次選考が今日の6時、その後に3時4時まで書いてある、抽選ということなんですけど、これも絶対3時4時あるということは2時申し込んで当たるやんっていうことで、これをね、企画なんかがしてるのがクリエイティブマンプロダクション、大阪共同とか、サマーソニックやってるとこですね。サマソニといえば今年、まあいいか、2019のサマソニちょっと思うところあったんですけども、まあこのクリエイティブマンや共同が企画している今回のライブ、15,000円、ちょっと一旦また画面を切り替えます。タイムリミットは
あと30分、二次選考。申し込むかどうか。まあ、申し込んだ時点で3時、4時があるってことは絶対当選する思うんすよ。詳細わからないまま1万5千円。いやーでもなー、単独ほんま10年ぶりで、そのちょうど2012のサマソニ8年前のライブは、ウノ、ドス、トレっていう3部作をリリースしてる頃で、そのツアーなかったし、その後の2016年にリリースされたレボリューションレディオのツアーもなかった。というのはなんか、ボーカル、ギターのビリー・ジョーがね、ちょっと肉体的、精神的に病んでるような時期が2012年とかから話題になったことがあって、あのラスベガスのフェスティバルでステージ上でギターを叩きつけて演奏を中断して F ワードを連発するという奇行の結果、アルコール中毒と不眠症の薬を乱用していたことが明らかになったとか、いろいろあって、まあその後復帰したんですけども、それ以来ぐらいの日本でのライブっていうことで、まあ日本のライブ何回も僕も見ておりますけど、そんな奇行を行ったり途中でライブをやめるっていうことは絶対ないとは思うんですけど、ものすごいグリーンデーのライブほど楽しいもんないというか、もう一体になってね、コール&レスポンスがもうまたね、一体感をめちゃくちゃ生み出して、あんな盛り上げるライブそうはないと。いやもうめっちゃ欲してるんですけど、ライブを、グリーンデーを。1万5千円からそんなポンと払える額じゃないですよ。これもしないと思うけど、この気候がまたぶり返して機嫌悪なって途中でやめたりしたら、1万5千円が。ほんでね、もう一個ね、グリーンで2020年来年の夏にね、なんとフォールアウトボーイとウィーザーと3バンドで共同ツアーを行うことを発表してるんですよ。その前にジャパンツアー単独みたいで、その3バンドで来てくれてたらもう漏れなくというか、もう絶対1万5000円なんか安いと思って払っていくんですけども、そう、この3バンドだけじゃなくて、インタラプターズもおそらくオープニングアクトかなんかで出るはずなんですよね。これ羨ましい。アメリカとか行けたら、この2020年夏の共同ツアーに行きたいんですけども、その前にアルバムを2月にリリースして、もう3月いきなり日本にやってきてくれるというのも、これはほんま嬉しいことなんですけども、どうしよう、あと30分切ってますが、いやこのグリーンデーの、まあでも申し込むやったらゴールドスタンディング1万5000円よな、普通のスタンディングということは。後ろ、ただね、これ二次選考、三次選考、四次選考ありますけど、早く申し込んだからといって、あの必ずしもいいブロックかといえばそうではないと思うんですよね。これがまたね、ライブのチケットのこうもどかしいところっていうかね、二次で取ったのになんでこのブロックやねんとかいうのが結構あるんですよね。いやークリエイティブマン共同のやり口、いやーサマーソニックでもほんま初めて行ったフェスがサマーソニック2000、グリーンデイ、このツアー2000っていうのはサマソニのことなんですよね。このドラムセットを燃やしたグリーンデイのライブ、もう一生忘れられないフェスティバルの僕の初体験を、もちろんね、こう誘致してくれたのはこのクリエイティブマン共同でありますが、1万5000円はちょっと、それも詳細、何特典付きって書いておきながらわからないまま申し込めってかんな、どうしよう、気になる、申し込んだかどうか、そして申し込んでいたら抽選結果はどうなったかは、また後日、この走行が気になるでお届けしようと思いますので、チャンネル登録などもお願いします。そら行くやろっていう感じかな。ジャパンツアー2005とかも懐かしいな。シュガーカルトも出てた。なんかもう人、インタラプターズ連れてくれん、
ってきてくれんかな。それで1万5000円と出すけどな。どうしよう、そんな言うてる間にもうあと25分です、二次選考の受付は。どうなったかまた後日見てください。チャンネル登録もお願いします。同じこと言うてすいません。そうこうでした。さよなら、バイバイ。どうしよう、クリネー。